ハルシュタイン委員会はバルター・ハルシュタインを委員長とする欧州経済共同体委員会。ハルシュタインが委員長を2期務めているため委員会は第1次と第2次とがある。ハルシュタイン委員会は欧州経済共同体の最初の委員会であり、その後例委員会に引き継がれている。期間は2つに分かれ、委員会は9人の委員。 出身国の内訳は、フランス、イタリア、西ドイツから各2名、ルクセンブルク、ベルギー、オランダから各1名で構成された。ハルシュタイン委員会は、欧州単一市場の創設と共同農業政策に着手し、穀物価格の調整を図るなど多くの成果を挙げた。この穀物価格に関しては、ド・ゴールがイギリスの加盟を拒んだことも背景にある。ド・ゴールは、 委員会に対して強く抵抗していたが、穀物価格の調整に関する案件は、価格拘束の破棄を困難にするようなものにし、フランスの主張する価格を EEG の考え方に近づけさせるものであった。この件により、委員会は当時ケネディラウンドで委員会が国際的な協議の場に初登場していたが、加盟国だけでなく共同体域外からの威信を高めるものになった。 1965年、ハルシュタインは共通農業政策関連の予算について委員会の提案を推し進めていた。その提案とは委員会が加盟国の影響を受けない独自の財源を開拓し欧州議会に対して予算権限を強化させるというものであった。ところがこの案件は理事会で図られたがフランス政府は賛成しないと表明した。 ハルシュタインはこの案件に絡む不安要素を認識し、普段は行わない提案の起草を通常は農業担当委員が行うものであるが、自ら言っている。当時の委員会における協議の論調もどのような結果をもたらすか察知しており、一部の委員、とりわけフランス出身の二人の委員はこの案に反対したが、同時にこの件は委員会の長期的な目標に欠かせないものであるとも、 判断していた。この法令により、委員会の権限が強化されただけでなく、議会も加盟国の影響力を超えた構造を持ち、また、各国政府の拒否権に左右されないような権限を得た。これにより、ハルシュタインはより権限を求めて行動してきた欧州議会の指示を取り付けた。その後、ハルシュタインは、理事会に対して主張する一週間前である3月24日に、 議会において自身の政策を提唱した。これにより、ハルシュタインは欧州議会と自身の利害を一致させ、加盟国政府の反対を押し切るのに十分なヨーロッパ主義支持の波を起こそうとした上で、委員会がどのように行動するべきかを示した。しかしこれら一連の動きにおいて過去に成功を重ねてきたもののハルシュタインは危険をはらんでいる自らの主張を過信していた。 ハルシュタインは自らの主張を展開したものの理事会は難色を示し、フランス大統領シャルルド・ゴールは委員会が加盟国を超える権限を持つことを懸念し、ハルシュタインがあたかも一国の首脳であるかのような行動を非難した。フランスは共通の行政策について、フランス以外の加盟国が受け入れているだけに過ぎず、多数決で異論を唱えているようなものとみなしていたので、ある。 上記の県や委員会とフランスの間であった同様の考え方の相違についてフランスが理事会の議長国となりそのために通常の調停機能が失われ両者の溝は深まっていったさらに理事会がフランスと他の加盟国間での議論の場の中心となり委員会の存在は隅に追いやられていったこのため政策立案という委員会の専門的な 機能が用いられる機会は失われてしまった。1965年6月30日、ついにフランス政府は事故の主張が受け入れられるまで理事会に出席しないと表明してブルッセルに駐在していた政府代表を召喚した。このいわゆる空席危機は EEC の活動が加盟国の行動のために停止するという初の事件であり、 理事会ののの行動の失敗を晒すものであったフランス政府は国内経済が協議に戻ることを求める圧力が起こるまでの6ヶ月間空席を続けた。1966年1月にルクセンブルクで会合が開かれそこで合意に至った。このいわゆるルクセンブルクの妥協で加盟国は自国の国益に影響するような決定には拒否権を 行使することができるようになったが、どのような国益を対象とするか、また紛争の解決の方法についての詳細は定められなかった。ところがこれ以降、拒否権はたびたび行使されることになる。理事会において、全会一致で可決する案件では、反対を表明することで拒否権を行使することになる。ためで、この妥協の規定は、単一欧州議定書で削除された。空席危機後、 委員会は理事会のスケープゴートとなり、ハルシュタインはジャック・ドロールが登場するまでで最も行動力のあるリーダーであったが、理事会が再任を拒んでその職務を追われた唯一の委員となった。ハルシュタインの1期目の委員会の任期は1958年1月1日から1962年1月9日までで、その委員会の構成は以下の通りである。政治傾向。 4左派、1中道、7右派、で不明。ハルシュタインの2期目の委員会の任期は1962年1月9日から1967年6月30日までで、その委員会の構成は以下の通りである。政治傾向、3エル左派1中道、4、3右派、1二不明。ありがとうございます。